インド仏教復興運動または新仏教運動とは、近代、現代のインドにおいて、主に支配的なヒンドゥー教に対抗し、仏教を再興しようとする動きを指す。仏教復興運動、仏教再興運動とも言う。これ以前のインドにおける仏教の推移については、インドの仏教を参照のこと。明確なアンベードカル主義者は、この運動を、ナバヤーナと呼ぶ。 元盗賊のプーランデービーはインドにおける仏教、再生運動に感銘を受け、仏教に帰依した。インド政府の宗教統計によれば、インドでの仏教徒の割合は2001年には、総人口の0.8%である。一方で、インド仏教徒の指導者である、ササイシュレイラは、インドの仏教徒はすでに1億人を超えていると、主張している。他に、 シントの実数を2000万人とする推計もある。演説する、アンベードカル、1935年ナーグプールにある、ディークシャーブーミノストゥーパ19世紀から穴がありか、ダルマパーララ大ボ大会によるスリランカからの、仏教再入の動きがあったが、特に、インド独立後の1956年10月14日、カースト制度に苦しんでいたダリットの指導者、 ビームラー・ワンベイドカルの寄贈者が、ミホ、誤解を授けられ、彼を先頭に、約50万人のダリットが仏教に改宗したことで、仏教がインドにおいて、一定の社会的勢力として復活した。アンベイドカルが改宗したマハーラーシュトラ州ナーグプールのディークシャーブーミには現在、これを記念するストゥーパが混流されている。なお、 アンベイドカル自身は回収のわずか2ヶ月後に仏教に関する著書、ブッダとその断話を残し救世している。ダリットを基盤として復活したインドの仏教はアンベイドカルの独自のパーリブッテン研究の結果として、ブッダは輪廻転天章を否定したという見解を得たとする仏教理解に立脚しており、仏教の基本教理とされる輪廻による因果応報を カースト差別との関連から拒否するなど、その合理主義的な協議がダリットらの人権、解放運動、社会運動の一環に過ぎないと指摘される側面も、ある。支サ配サ修例2009年、東京、五国寺にてこの動きに対して、ブッダを、ビシュヌ人の化身と位置づけるヒンドゥー教徒や、カースト制度の恩恵を受ける上位カースト層から、偏見や反発が生じている。 イスラーム教徒の弾圧で、インドから仏教が消滅したため置き去りにされていた、仏教の聖地や、寺院の多くは、現在は、ビシュヌ人を祀る場として、ヒンドゥー教徒が管理している。これらの聖地の仏教徒への返還、中でもビハール州ブッダガヤにある大菩提寺の返還も、政治問題化している。また、ウッタルプラデーシュ州に勢力を持つ、 最終社会党にも影響力を有する。上記の通り、新仏教の担い手となっているのは主にカースト外の不可植民出身者であるが、カースト制度の更新性を批判する一部の進歩主義的な上位カースト出身者にも、信徒を広げている。22の誓いを刻んだ石板所認識の後、彼は、彼の支持者らに、法の伝授を行った。この式典には、 ミホと誤解に続いて、すべての新しい回収者たちに与えられた22の誓いが含まれた。1956年10月16日、シャンダにて別の大規模な回収式を取り行った。彼は22の誓いを支持者たちに規定した。私は、ブラフマー、ビッシュヌ、芝の信仰を持たず、それらをあがめない。私は、 神の化身と信じられているラーマやクリシュナの信仰を持たず、それらをあがめない。私はガウリー、ガネーシャその他ヒンドゥーの神々や女神の信仰を持たず、それらをあがめない。私は神の化身を信じない。私はブッダがビシュヌの化身だと信じない。私はこれを狂気の沙汰であり、偽りのプロパガンダであると信じる。私は シュラッダーを行わない。ピンダを捧げることもしない。私は、仏陀の正しい道と教えにもとる行いをしない。私はバラモンが取り行うどんな祭典も許可しない。私は、人の平等さを信じる。私は、平等を確立するために励む。私は、仏陀の八生動を受け入れる。私は仏陀が説いたように十波羅密を実践する。 私はすべての生き物を慈しみ、彼らを保護し、大事にする。私は盗みをしない。私は嘘をつかない。私は不倫をしない。私は命定させるものを摂取しない。私はブッダの法である知恵と道徳と優しさという三つの原則と強調させて日常生活を過ごす。私はヒンドゥー教を捨てる。それは、 不平等を基礎とするがゆえに人類にとって有害であり、人類の進歩と前進を妨げる。そして私は仏教を自己の宗教として採択する。私はブッダの方こそがただ一つの真の宗教であると固く、信じる。私は新しい生まれを獲得したと信じる。私は今後、我が人生をブッダとダルマの原理と教えによって、 導いていくことを固くかつ厳粛に宣伝する。今日では多くのアンベドカル系団体がこの22の誓いのために働いている。彼らはこれらの誓いのみが現在の仏教の存続と急速な成長を招き得ると信じている。22制約の実践と普及運動としても知られるザアンブレラ・オーガニゼーションはこの目的のために十二分に献身している。 この全く非政治的な運動は、アルビンド・ソンタッケの発明品であり、インド中の地帯と地域の団体を含む500万人のボランティアで構成されている。支サえサレ礼は、新仏教との呼び名は、アーンベイドカル博士以前の仏教と、私たちを意図的に区別し、元深植民のレッテルを貼る者、ハリジャンにも等しい呼び方、同じ人間同士に、 新しも旧もありませんとして間違っていると主張し、仏教復興運動を称している。このように立場によって、呼び名が変わる用語であるので、注意が必要である。アメリカ合衆国出身で、インドに帰化した社会学者、人権活動家であるゲール・オブ・マベットは、以下のように述べている。アンベイドカルの仏教は見た限りでは、信仰によって受け入れられた仏教。 すなわち、消えを行い、聖典を受け入れた人たちのものとは異なっている。このことは、その基礎からして、大変明らかである。アンベードカルの仏教は、テーラワーダであれ、マハーヤーナであれ、バジュラヤーナであれ、これらの聖典を体系的には、受け入れていない。そこで次のような疑問が、明らかに生じてくる。四番目の乗り物であるナバヤーナ、すなわち、ある。 主の近代文明的に解釈されたダンマは、本当に仏教という枠組みの中に含めることが可能なのだろうかオブマベットによれば、アンベイドカルと彼の仏教運動は、仏教の中心的教義の多くを否定している。クリストファー・クイーンとサリー・キングが述べるところによれば、ブッダとそのダンマにおける、アンベイドカルの仏教には、宗教的な近代主義のすべての要素が見られ、 道書は、伝統的な解律と実践を捨て去り、社会三角仏教がそうであるように、科学、積極的行動主義、社会的変革を導入している。彼らは、多くの点で、独自の仏教解釈を行っている。特筆すべきは、彼らが、釈迦無二仏を単なる宗教的指導者ではなく、政治的かつ社会的改革者として強調することで、ある。 彼らは次のようなことに言及する。すなわち、ブッダが相談内でのカーストを無視するように命じたこと、そして当時の社会的不平等について批判していることである。アンベイドカルによれば、個人の不幸な境遇は、カルマの結果、あるいは無知と執着のせいだけではなく、社会的な搾取と物質的貧困つまり、他者による無慈悲な行為の結果でもある。 アンベイドカルの復興運動による仏教徒のほとんどは神座部仏教をベースに大乗仏教や密教の影響を受けた折衷主義的な仏教を信奉している。カツラ昌竜はアンベイドカルのブッダとそのダンマは浄土論をはじめとする大乗仏教の影響を受けていると論じている。一方、現在インド仏教組織の頂点に立っているササイシュ井レイは 新言宗地山派で得度はしているが、日本の宗派仏教に批判的なこともあり、アンベドカルの仏教のことを大乗でも、症状でもなくそれらを超えた、極大乗の教えであると規定している。ありがとうございます。